働く皆さん、本当お疲れ様でございます。寺港さんもあれですよ、昼間昼寝してますからね。夜10分ぐらいは働かないと罰当たるじゃないですか。そう言ってやってる間に Amazon が溜まっちゃいましたからね。Amazon です。 iPad も充電できるらしいコンセントアダプターです。 2A ハイパーチャージャー。ハイパワーっていうのを聞くと夜中だってあれを言いたくなりますよ。ハイパーですよ。おお、発射だ。我らの前に現れるのは全て敵だ。ハイパー放射ミサイルを持って撃滅せよのハイパーゼロテスター。デレレッテ。これね、開けるまでお見せできるものかどうかわからないじゃないですか。あ、お見せできないっていうのはだから僕のじゃないってことですよ。甘テラスを飲む。広島のコータチャンネルさんのところでね、すっごい長いバッテリー耐久テストのね、レビューをやってましたよ。動物図鑑には載ってない不思議な不思議な生き物、パチッとモンスター、略してパチモン。あー、いいですね、このなんか封が閉じてない感じとか。抵抗は無意味でござる。防具キューブみたいでござる。今あれですよ、寺港さんの周りで一番ホットな話題って言ったら Google Apps 無償版の廃止と Gmail のエクスチェンジ、同じ時期に終了と。その辺がやっぱ話題かな。ちょうどこれ使えるのかな。代替手段ないわけじゃないんですよ。うら、重たいだろう。outlook.com。今朝もね、寺港さんがちょっと個人的に眠らせてるドメイン名で、Google Apps のようなことができるのかなと思って、ちょっと設定してみましたけど、あ、結構簡単ですね。DNS の MX レコードが1件しか提示されてないので、ね、Google Apps とか Gmail さんに比べると、冗長性の点では、まあ、そんなに過度の期待はしたら良くないよ。って思いましたね。 Google Apps 的なこともできるし、それだけじゃなくて、あの iPhone とか iPod Touch とか iPad で Gmail をほらリアルタイムにすぐプッシュで受信 してる人いるでしょ。寺港さんもそれやってるんですけど、それね、エクスチェンジ使わないとできないじゃないですか。少年少女の皆さんにはそこまでは関係ないと思いますけど、エクスチェンジはね、なんだか僕もエクスチェンジなんですよなんてことも聞いたりしたんでね、どうしたらいいんですか。まあそれは簡単ですよ。どうしてもそのエクスチェンジが欲しいんであれば、 outlook.com にアカウント登録したら、ちゃんとね、 Gmail との連携機能って説明されてるんですよ、簡単にね。でそれやると outlook.com から Gmail で使ってるメールアドレスの送受信できるようになるので、そしたら全然もうそのままエクスチェンジ使えばいいじゃないですか。うん、甘っ。うぎゃー、優勢からの物体みかん。プッシュが来たとか来ないとかってね、あの気になるんであれば携帯キャリアさんと契約した方がいいですよってこと。できたら早く受信したいなっていうぐらいのスタンスがいいんじゃないですか。エクスチェンジ使うときはね、まあそのくらいのスタンスでやったらいいと思いますよ。今後も Gmail をどうしてもプッシュ受信したい人の準備です。まず outlook.com にアクセスしてアカウントを作りましょう。まあ、適当に入れてればできます。outlook.com のウェブ上でも Gmail 送受信できるような準備も一応しておきましょう。メールの詳細設定からオプションメニューに入るとメールアカウントっていうメニューを選んでください。あと送受信できるアカウントの追加をしましょう。あとこれ今なんでしなきゃいけないかは考えずに、とりあえず livejp のドメインででもアドレス何でもいいので作っておきましょう。 gmail から outlook.com へ転送設定しましょう。なんと gmail からは outlook.com への転送ができないことになっていますので、さっき作った alias のアドレスを使ってフィルターを追加しましょう。フィルターにしとくと削除するかしないかの設定も後でできるので便利です。iOS 端末に outlook.com のアカウントを追加しましょう。エクスチェンジを使わずにホットメールのメニューから追加します。これでもプッシュ受信できますからね。さあ、いよいよプッシュ受信できるかどうか実験してみましょう。現状の設定では Gmail と outlook.com に同時に受信するはずです。さあ、
両方とも受信できましたね。ちなみにウェブ上でも Gmail よりこのように、Outlook コム上でもこのように、Outlook は絵文字も出てますね。このメールに返信をすると、返信元のアドレスが outlook.com のものになってしまいますが、Gmail のアカウントを iOS 端末に残しておけば選択することもできます。どうしてもっていう方はやってみてはいかがでしょうか。